There's nothing going on over here. All sectors, maintain your positions. You, make sure Sector 4 is clear. Yes, sir. Sector 3, what is the status in your area? All clear. Sector 3, check ground level area. Hey, I see something. ノールズ博士。うん、グレイ M の収入ですよ。まあ、もちろん。気が変わったということはないでしょうな。それともただ緊張しているだけですかな。そんなことがあるわけないだろう。もともと私の発案なんだからな。この男に私の恐ろしさを思い知らせてやる。それなら、念には念を入れておきましょう。君たち博士にご挨拶。何の真似だね。我々二人の他には誰も部屋に入らないはずだろう。ガードマンに怪しまれたらどうするんだ。ほら、文句を言うのはそれぐらいにして、やるべきことを早く済ませてしまいましょう。これが終わればアクシオンで博士の副社長就任式ですよ。正式にミッションブリーフィングを始める。はじめに言っておく、チャンスは一度しかない。コーズビー社長がアクション社の手の者によりマインドコントロールユニットを注入された。コントロールユニットは脳に取り付き、同時に体内の何箇所かにディフェンスユニットをばらまいたようだ。まずディフェンスユニットから破壊する必要がある。ディフェンスユニットを残したままコントロールユニットを破壊すると、ディフェンスユニットが一斉に作動し、患者の体内に毒物を放出する仕組みになっているからである。残された時間はわずか。緊急を要する。君の乗った潜水艇は右腕の静脈に注入され、ここが最も注入に適した場所であり、なおかつ敵が最初に侵入した形跡が認められるからである。潜水艇の注入と同時にコーズビーの体内に特殊な機械を埋め込む。静脈の中を進んでいけば発見できるはずだ。大腿骨、肺、大静脈の3箇所へ移動し敵を撃退するのだ。これらの機関の敵を全て排除したなら、いよいよ最後の挑戦だ。頸動脈を通って脳へ進んでもらう。コントロールユニット、コードネーム、グレイ M を撃破するのだ。もし失敗するようなことがあれば、それはコーズビーと
そして我がサイバーテック社の最後を意味する。幸運を祈る。One door.